わかりました。ヒントは洋楽ですよ。これまで歌うとストレスは多忙なので歌うの。これを何かジャガちゃんだね。じゃあ持っていきますよ。ジャガちゃん、ジャガちゃん、ジャンジャ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 ン、ジャンジャジャジャンジャン、ジャガちゃん。何かギターの音か。そうだね、ジャガちゃんだね。エアギターを交えてます。ジャガちゃん、ジャガちゃん、ジャンジャジャジャン、ジャンジャジャジャン。あ、気持ちいいな。ジャガちゃんって何。日本の映画でも使われたの。わかった。あれじゃない、だからこれがもう我々だよ。ジャガジャン、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 ジャガジャン。これだから音を聞いてから言ったらこんな感じでしょ。ジャガジャーン、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 ジャガジャーン。いや、これね、だからね、ヒントで洋楽とかも入れてほしいけど、ギターがシンプルショットも入れて、それなら俺分かる。ギターがコーラスとか、俺の音楽的ポジションにひらがなだけを分かんなかったんだよ。これひらがなだけじゃ分からない。これなかなか面白い企画ですけど、二度やるミスは三度やるとありがとうございました。さあ、電話コーナー行きましょうかね。さあさあさあ、ですね、群馬県高崎市の実景劇場さん、あ、もしもし、もしもし、どうもどうも、こんばんは、ワンピーでございます。はじめまして、どうも。どうも。群馬県高崎市湿気劇場さんですね。はい、そうです。高崎と言ったらとんでもないロックスター生まれてますけど、どなたでしょうか。確か、ボーイ。はい、ホテイさん、ホテイさん、ホテイさん派か。なるほどね、ヒブロック派とホテイさん派がいるんですね。実験劇場さんはホテイさん派ということなんですね。あ、どっちかどうって。今日はじゃあこのメールのどんな感じなのかな。じゃあ早速文字ヒントのお願いします。じゃあ、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 